大阪ガーデンパレスホテルからのトレインビューです。トレインビューというプランで宿泊してるんですけども、ここツインルームなんですが、ご覧の通りシェルターに覆われていて、新幹線の様子がよく分かりません。で、ぐーっと望遠すると、山陽新幹線、新神戸方面からやってくる列車がようやく、無理やりトレインビューっていうんですかね。で、見れるような状態になってます。もうちょっとで新幹線が来ると思います。今、午後4時ぐらいです。あ、来ましたね。こんな感じで、スマホの望遠でこれが最大ですね。覆われてないんだ、シェルターに。一応見える。見えますね。見えないなんて言いましたけど、結構微妙ですね。でも、なんとも言えないトレインビューです。で、こちら側が大阪市の中心部ですね。これからたこ焼きでも食べてこようかなと思います。ということで、大阪ガーデンパレスホテルからのトレインビューでした。